まに？お願いします。お願いします。ナオキ。さん。改めまして、健太くん、あやこさん、ご結婚おめでとうございます。大丈夫ですか。いや、健太が結婚して、式を、挙げたけど披露宴を行わなかったので、僕は後輩からみんなからですね、健太になんかしてあげれないかと言われ続けてまして、でその後ぐらいに健太が、ミキタとカズサとか飲んでる時にポロッと一言、俺もみんなの前で披露宴したかったなって言ったら覚えてますか？それが俺ね、その話を聞いて、じゃあやってやろうじゃないかと、それがこの、サプライズパーティーの、最初です。でそれが実は約2年前です。でそこからここね、今日に至ったわけですけども、実はこれ1年前にも一度チャレンジしてるんです。健太が、実は雄一から招待状をもらったことを覚えてない？覚えてない。引っ越したばっかりやったんですよ、あの時。家引っ越したばっかりで、してたんや。覚えてない。実は渡してるね、西村君が持ってった家まで。で、それ実は企画してたんですけど、ね、健太の親族、おばあちゃんが亡くなって、でその日来れないっていう話になって、それが去年の2月で、一旦取りやめにして、で、改めて今日することになって、みんなに集まってもらいました。なんで、経緯としてはそんな感じですけども、で一つちょっと言いたいのは、健太、ゆういちが、結婚式の招待状を送るの遅かったでしょ？覚えてる？あ、覚えてない。いや、そんなのもあってね、本当の結婚式もね、はい、遅かったよ。それ実はね、言ったらバレるんじゃないかって、一回渡してるから。で、それで、ゆういちがギリギリまで待ってくれて、で、渡すの遅くなった。だから、その、ゆういちが、健太のことそうやって、まあ、人数調整じゃないけど感じてこう渡すのが遅くなったってことは全然ないし、むしろ最後まで、ね、負担を一人で背負ってくれて、バレたら困るから、困れたらどうしようって、こう友人一人が背負ってくれたから、まあ、そこだけはちょっと言っときたいかったなと。なんかそんな感じです。で今日はもうね、俺はいい後輩にね恵まれて、皆さんも来てくれてありがとうございます。なんで今日は進行に戻ったつもりで楽しんでください。おーい、ありがとうございました。奥さんの着替えの方はどうでしょうか？大丈夫です。大丈夫でしょうか？もう出て平気だよ、はい、じゃあ早速それではですね、長々と、ね、皆さんお立ちいただいているような状況ですので、おぉかわいい。はい、新婦の方もね、ご準備が整いましたので、ここでもう、やればやと乾杯の方に移動してもらいたいと思います。乾杯の方は、元パワールとスタンボードアタックスの頂上で浅野光栄様より、イエーイ。切り立て、いや、5分ぐらいか、ね、準備なんだ。じゃあみんな知らん、ちょっと健太のちょっと話をちょっと俺はしようかね。こうさ、副大ってすごい長い歴史だけどさ、きっとさ、政治とかさ、その現役じゃなかった、健太がおる時に現役なかった人さ、知らんと思うけど、その時にはすごい強くてさ、
そのなんて俺ら武闘派出てたよね。でそれもさやっぱすごいこうわけがあってやっぱこう健太と俺とやっぱ直樹がさもうガンガン行くんだよ。でね、でも俺らあんま言わんのよ。ごめん、カメラ。でもやっぱ健太がこれしようぜとかこんなんやろうぜとか言うともうみんな一斉についていくわけ。で多分ねそれが俺そのでも秘密かな。俺らの時がすごい強かったり盛り上がったりした時の。だけどねやっぱこうこうそれが10年ぐらい経ってこうやってまたみんな健太8年残ったんだっけ福田に。4年。あ、トータルで8年。トータル8年やろ。で健太の被っとるやつ。こうやってまた帰ってくるってことはやっぱそんだけ健太がすごかったってことやけん今日はちょっとやっぱ久々にそれを祝おうや。もう昔のことが俺すごい話すの大好き。それはもう老人の証拠やな。そうだけどね本当俺だってもう老けたこうやって若くぶってるけどだけどやっぱこう俺すごい今日若い人ってか俺知らん人とかさが来てくれたのがすごいいろんな人がやっぱこうなんていうの健太がこうやっぱ集めてもねお酒どう？もうちょっと待って。もう一個ぐらい話してくださいよ。これ髪切った時にね、ちょっとずっと考えてますよ。この髪切った時にこれ。どう？みんな持った？グラス。パッと乾杯しようと。持ってないでしょ。あいちゃん、あいちゃん、あいちゃん、はい、あいちゃん、うろうちゃんよし、OK な。 OK、皆さん、持ってください。持った。いや、まあ、いやー、食べた。いいねー。ドリームチームやけど。直樹さん、直樹さん。それでは、今後の、ね大いなる幸せを記念いたしましょう。激五流と、愛しいね、愛しい愛しい。さあ、じゃあ新婦側から毎日美味しいご飯を食べさせますというのでさあ、マスボイトどうぞ。さあ、新郎お味の方はいかがでしょうか。はい、美味しいです。